はい、今回もですね、安倍総理の写真が出ております。安倍総理にいろいろとね、お願いしたいことがございます。まあ、お願いが通らなくても安倍総理個人のことが別にね、嫌いになるわけでもなんでもないですよね。やっぱり私もね、安倍総理第1次の政権とか、もう本当にね、気の毒な退陣だったと思いますし、小泉首相の後を継いでですね、総理になった時に本当にいろんな期待をかけられて、それに応えられなかったことがものすごくね、悔やまれて、そして第2次安倍政権で3本の矢、アベノミクス、ものすごくね、力強く私たちを引っ張ってくれたんだと思います。本当にね、安倍総理ありがとうございます。で、安倍総理には酷かもしれませんけども、さらに国民は安倍総理に期待してるわけなんですよ。強い政治力を生かしてね、強い外交能力を生かして、私たちを本当にね、黄泉の国にね、連れてってくれる、黄泉の国じゃないですね、パラダイスに連れてってくれるんじゃないかなと思っております。まあでもね、どうしたんですか安倍総理、最近ちょっと調子悪いじゃないですか。緊急事態宣言で安倍首相がドケチファストぶり全開。本当にドケチファスト頼みますよ。もう気前よく行きましょうよ。自粛保障を拒否する一方で、警察動員の圧力と憲法改正にだけ前のめり。ということは、国家権力をさらにね、強大にして私たちを支配する力をもうね、本当に強めようとしてるんじゃないですか。そんなことないですか。私たちもう本当に国民目線の政治をしてくれると私はね、今でも信じてるというよりも期待しております。期待ね、信じてはいないですね、期待はしてますね。で、今回の記事は2020年の4月8日の記事なんで、まあちょっと前になりますね。1週間前にはならないんですけども、ちょっと前の記事です。冒頭読んでみます。私もまだこの記事読んでないんですよ。この男が舵取りする泥船の上に国民が乗せられている、そう痛感するだけの1時間だった。あ、これ緊急事態宣言の記者会見の1時間ですね。無論昨夜に行われた緊急事態宣言を発令したことを受けての安倍首相の記者会見のことだ。なるほど、そんな気持ち持ったな。なんかあらゆる施策を前例もなく躊躇なく打ち出していくって言ったあるには、だいぶ躊躇してくれてるんじゃないかなと思いますし、前例にとらわれずと言ってるが割にはですね、リーマンショックの時に、まあ、国民全員に1万円だか2万円だか給付したのが受けなかったから、それを根に持って今回は給付するのやめようかなんてこと麻生財務大臣も言ってるぐらい、かなりね、過去の前例にとらわれてると思うんですけども、いかがですかね。で、まず安倍首相は医療現場はまさに危機的な状況、本当そうですよね。医療の現場で頑張ってらっしゃる方にもっとね、配慮ある記者会見があってもいいのかなと思いますし、私たち国民もこういった現場の方にね、感謝しなければなりません。医療現場っていうのは行けば必ず診察してくれるみたいなことではないんですよ。やっぱり医療のマンパワーにも限界がありますし、医療資源にも限界があります。例えばね、今人工呼吸器っていうのが足りないって言われてますけども、人工呼吸器の実際の月間の製造台数とかね、出荷台数とかっていうのを検索してみると、あ、本当に足りないんだってことがわかると思います。プラスですね、やっぱりそういうふうな医療機器メーカーも新しいニュータイプのものをどんどん出してくれると思いますけども、古くなったものはどうするのかな、廃棄するのかな、解体するのかな、それとも保管してるのかな、みたいなこともね、ちょっと調べてみると、医療現場がね、いかに瀬戸際でやってくださってるのかってことがわかると思いますし、いや、そうではなくて逆にですね、あ、結構まだ余裕あるかもしれないなっていうふうに考えられるかもしれません。どちらにしても私たちはですね、全てをお医者さんにお願いするんじゃなくて、自分でできる家庭の医療っていうのはやっぱり心得ておいてもいいのかなっていうふうに思いますよね。それから日々お医者さんに感謝ですよね、やっぱり私たちは国民簡易保険ってものに守られていて、世界一その健康とかね、生命に対してはいろいろ考え方あると思いますけども、安心を私たちに、ね、提供してくださってるのは間違いないと思うんですよ、だから病院で待たされるとかね、なんだとかね、それありますけども、そればっかりを捉えてね、病院の先生をね、やぶ扱いするのはやめて、まあ誰もしてないと思いますけども、やっぱり私たちの生命を守ってくださるのは医師免許1枚そこだけなんですよ。あと看護師さんもね、それから他の事務員さんとかも本当にありがとうございますということをね、申し上げて、何の記事なのか分かんなくなってきましたけども医療機関にお勤めの方本当ありがとうございます。今徹夜で頑張ってくれてると思います。本当にそれだけ申し上げたくて今回取り上げたようなもんですね。だから安倍総理ね、安倍総理は医療現場にもきちんと資金を流してあげてほしいなと思います。看護協会は5万人を超える現在現場を離れている看護師の皆様に協力を呼びかけています。そうなんですよ、退役後も、退役じゃないわ、軍人じゃないから、退職後もね、現場復帰を求められるような、そういうふうなね、こう世界ですよ。で、私ちょっと思うんですけども、これはどうかなと思いますけども、実働してない介護士さんいらっしゃいますよね。
介護士さんもやっぱ現場に何人か戻ってきていただいて、できることを協力、バイタルチェックとかね、ちょっと権限を緩めていただいて、できることを増やしてもらいたいなと思うんですけども、そういうわけにいかないですかね。うん、やっぱりね、患者の方から見ると、看護師さんも介護士さんも、どっちもね、心の安心っていう非常に大切な医療を提供してくれる人だと思うんですよ、私は。技術的には差がありますけどもね。やっぱり技術的に責任的には差があると思いますけども、ただね、やっぱりそういう風な方がいるだけで、なんかその安心するというかな、狼狽はしないと思うんですよ。で、狼狽がもっとね、その不安を、健康状態を損なうってこともありますんで、まあなんかね、考えていただければなと思いますけどもね。どうですかね。あ、それで全国の介護士さん、ね、ヘルパーさんもそうですけども、私も同じ立場としてね、ヘルパー13年やってる私と申し上げますけども、いや本当にね、皆さんね、私は現場を離れてしまいましたけども、皆さんの働きには敬意を表します。本当に苦しい状況の中で毎日ね、従事されてると思いますし、今みたいな状況だと訪問介護を断られる方とか、本当にね、お金収入源なくなっちゃった方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。それにつれて介護事務所とかももしかしたら経営が立ち行かなくなっちゃうこともあるかもしれません、今ね。うん、そういうことを普段私たちは忘れがちなんですけどね。ちょっと記事に戻りましょうか。なんか私のね、思い出話になっちゃうんですね、いつもね。うん、要するに今回の記事っていうのは、国民には出しぶるんだけども、警察による職務質問の強化とか、営業店舗への立ち入り要請の可能性を認めた安倍首相。要するにね、自粛要請をしてるのに営業してる店があったら、警察が入っていって、お何お前営業してんだよみたいなことを言う恐れがあるよってことを匂わせるような記事だということなんですよね。うん。まあそんな感じじゃないですかね。これから私もこれ記事よく読んでみます。まだ読んでないんでね、これね。すいません。ではこれから読んでみますんで、皆さんも動画概要欄から記事の方をご覧ください。ドケチファストぶり全開。